むちゃくちゃ意地悪な質問していいですか？いきます。積和の公式、コサインアルファサインベータ、はい、イコール。コサインアルファサインベータ、イコール。なんだっけな。マイナス、サイン、カッコアルファプラスベータ、なんだっけな。ちょっと待って。ちょっと待って。もう一回いきます。積和の公式、コサインアルファサインベータ。コサインアルファサインベータ、なんだっけな。コサイン、コサイン、マイナス、サイン、コサイン、コサイン、サインだから、2分の1、サイン、カッコアルファプラスベ、あ、カッコアルファプラスベータ、マイナス、サイン、カッコアルファマイナスベータ。いきます。馬積の公式、サイン A プラスサイン B。いや、絶対ございます。すいませんね、ちょっと悪い形でボロを出させてしまって申し訳ございませんでした。どうで、始まりました。めちゃちゃね、さあ、久々の登場です。はい、お久しぶりです。太田そうです。はい、太田さんにおいでいただきまして、いよいよ、はい、本日結果発表ですので、はい、はい、そうですね、いきなりはいはい、じゃあ SFC 環境情報と総合政策両方受けたってことですね。はい、で、数学と小論、その、はい、形式で受けましただったんですが、出来を聞きたいというか、どうだったかですね、感想。数学は、和積と積和は出ましたか？ああ、出なかったですね出ないかなってちょっと思ったんですけど、はい、出なくて、はい、数学がもともと結構特色のある図形問題みたいなのが多くて、はいはいはい、それの対策をしてたんですけど、うん、今年は結構オーソドックスな問題の出題が多くて、おいおいおい、ちょっとなんかやる勉強ミスったかなと思いつつ。そうなんですね、はい、でどっちもどうでした？環境情報総合政策、総合が多分ミスってしまって、数学でめちゃめちゃ後悔が残ってるんですけど、はいはいはい、環境の方がもうちょっと合格者平均いったかな、いってないかなぐらいですかね。何問もあるんですか、問題数？6問あります。6問あるんだ。そういう感じでやった。はい、小論はどうでした？何について？小論文は総合政策学部はトレードオフ問題っていうものが出ていて、一つが良くなれば良くなるほどもう一方が悪くなるっていう現象の説明についてで、トレードオフについて会社の利益と従業員の利益っていうのが対立するよねっていうのと、その個人情報を保護することと、個人情報をそのオープンにする代わりにでも秘匿情報っていうのが使われると危険だよねっていう問題と、はいはいはい、よくこれは英語の長文でもよくありますね、はい、その2つ目は、はい、なんか物流の問題でかかるコストを最小限にすることは利益につながるけど、緊急時の対応や安全性っていうのは低下するよねっていう3つの中から1つを選んで1000字以内で書くっていう問題でした。どれ選んだんですか？2番目のものを選んで、はい、入試の長文とかでもよく出る、そうですね、はい、企業と政府や公的団体っていうのによって個人情報の流出の危険性とか重要度っていうのは異なるんじゃないかっていう観点から書きました。うん、なるほど。私はそういうので出たのは、総計だと Google とか Facebook の話だったかな、うん、このメガネ、はい、このデジタルなメガネ、はい、あれが進めばみんなが見てるものの情報が全てその会社に行くからどうなっちゃうんでしょうね、みたいなのが出てましたけど、それが総合政策ですね。環境情報は、環境情報がすごい面白い問題で、うん、2年前に今の記憶を持ったまま戻って、うん、この2年間の間で何をしたいか、それが未来にどうつながるかっていう問題でした。それ勉強するって書きました。2年前っていうので、多分新型コロナウイルスによってどういう社会状態に変化が起きたかっていうことを踏まえて、そうしたその変化っていうのを生かして今後にどう生きるかみたいなのを自分の独自の研究と合わせて書いてみたいな感じだったと思います。はい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 、なるほどなるほど。面白い。それで書いたんですか？どう書きました？そうですね、コロナウイルスで人と交流機会が減ったりとか、授業もリモートが進むじゃないですか、うん、でも不登校の人ってもともと学校に行ってなかったり、友達との交流っていうのが少なかったりで、そうした問題って今まで解決してなかったし、日本もリモートが普及してなかったけど、この2年間の機会を生かして、そのコロナが終わって元に戻った社会でもリモートワークと通常の授業っていうのが併用で行われやすいように、またその学校長期間何か理由があって休まなきゃいけないとしても、学校の情報だったり友達の交流だったり、そうした勉強の機会っていうのを失わないようにするにはどうしたらいいかっていうのを書きました。お話
その一般の高校生だと武漢を爆発するとかですね、そういうの書きそうな感じですけど、はい、そんな感じだったわけですね。はい、じゃあ結果出します。スマホどう、こう表示すればいいですか。そうじゃないですかね、はい、そういう感じで。じゃあ、じゃあ、総合政策学部の方から結果出していきたいと思います。はい、あ、これまだ分かんないのか。そっかそっか、はい、でこれでどこを押すの。あ、ここに確認を押すと、確認ボタンを押すと出てくるんだ。出てきます。怖っ。はい、いきます。あ、すごっ。あ、こんな感じでもうボンとすぐになんか出てくるみたいで。不合格です。残念ながら不合格です。めちゃめちゃもう、すごっていうのもあれだけど、そう、まあ、もうちょっと待たせてほしいですよね。いや、まあね、電話でやらないよね、今の時代ね。昔は電話でやって、電話だったんです。電話かけて残念ながら不合格ですってこう来るんです。嫌ですね、それも嫌だ。はい、戻るで、次が環境情報ですね。こっちのがちょっと頑張ってきたんで、はい、分かってるといいんですけど。お、あー、ダメでした。はい、めちゃめちゃ悔しいですね。ということですね。はい、はい、あー、頑張ったんだけどなーって感じです。いやー、酷ですね、やっぱ受験は。もうね、受かるかなと思ったんですけど、あ、環境の方はいけると思ってたけどって感じか。そうです ね、 いやー、やっぱり酷ですよ、受験は。え、枠どれぐらいあるの。だいたい多分 400-500 人ぐらいかな、受かる。はい、で特に数学受験だと英語より枠が少ないんで、うん、多分100人いかないんじゃないかな。あ、なるほどね。はい、なるほど。それで数学とまた、そうだね、こう合わせて、合わせて200-200のドッキングの形式です。なるほど。まあ、今年は英語の方は簡単にはなったんだ。あ、数学別に難しい、簡単とかはどうだろう。多分総合は若干液化したんだろうなって思います、周りの傾向から聞いてて、ね。そうなんだという感じです。はい、受験厳しいですから。はい、だからもうね、本当にね、舐めてる人多すぎるんで、早く行動してください。はい、待ってください。本当にね、どうするんですか。どう、とりあえず、あ、そっか、大学に戻るのか。通ってはいるので、まあ戻るか、まあおそらく戻るかなとは思うんですけど、めちゃめちゃ本当に SFC 結構学歴コンプとかも言う声も多くて、まあそのそういった部分もやっぱりあるんですけど、慶応で本当に一番行きたい学部だったし、なんか一番行きたい大学学部だったんで、めちゃめちゃ悲しいですね。もう一回受けるとか考えるってことですか。もし本当に仮に受けるとしても、今度はちゃんと単位マックスで取って、それしながら受けるとかかなって現実的には思いますね。あ、どうしようか本当に。でも考え中で、結構頑張ったんで、これでダメだったらもう次もダメかなみたいな、ちょっと諦めで、ね、はいますね。やっぱぶっちゃけ言うと、はい、まあ、坂上さんそこにいるんですけど、はい、あのね、2人ともね、強化少なすぎるですね。それはね、良くない、はい、枠が縮まって、選択肢もめちゃめちゃ縮まってるから、それはね、危険が多すぎるか。そうそうそう、三強化の方が、ね、行きやすいっていうのもあったりするので、実はもう選択肢がでも SFC しかないしね、数学だと思う。どうしても結構 SFC に行きたいなと思って、ちょっと突っ走っちゃった部分があるので。英数受験とかもあるし。英数ありますね。英語が多分3科目で出た時もそうだったんですけど、うん、一番苦手で、多分数学やればいけるかなって思っちゃったんですけど、そこの爪の甘さでしょうね。なるほどね。まあ、英語はできた方がいいしね、入った後も。もうちょっと入ったらちゃんとやろうかなって、どっちにしろ。なるほどね。という感じです。やっぱ数学受験とか、ね、英国だけ受験とかね、やっぱりね、厳しいよ。いろいろ複数受けてた方が良かったのかな、今。まあ、でも。まあ、やっぱ普通英数で ね、まあ、でね、やって、英数小論でもいいからやって、うん、できるようにしておいた方が、当然、まあ、いろんな選択肢はあったけど、まあまあ、SFC だけだったらね。まあ、数学当たり外れが本当でかいから。そうですね。取れる人はボンって取って、小学部とか経済学部とかでもボンって取る人はいるけれども、うん、当然、外れちゃったらドンなんで。だからすごく平均点が低いっていうのも実はあったりするので、総計で。じゃあ、まあ今後はでも考えていく、考えていこうかなというふうに思ってます。どうしようって感じですね。そうですね。でも本当にここまでいろんな方に応援していただけて本当に感謝しかないです。ありがとうございます。はい、仮面で普通にじゃあ勉強しながら行った。仮面で、はい、前期で進級分単位は詰め込んで、後期はじゃあもう受験勉強。はい、そうだったんですよ。なるほどなるほど。じゃあ普通にでも来年も2年生にはなる。
2年生には、はい、そのまま進級できるかなとは思います。また仮面するのか。いやいやいや、わかんないです。でもしないかも、しない方が多分高いかなとは思いますね、うん、なるほどという感じですね。わかりました。じゃあね、同じようにね、はい、仮面浪人してたあの人いるので、はい、じゃあサブちゃんの方で喋ってもらうと思います。はい、以上、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当にそれしか起きなかったんだね。そうなんですよ、恐ろしい。恐ろしいですか、やってる。恐ろしい、やっぱり。だって慶応だけって、だって本当に SSE が興味なかった。